はいどうも皆さん、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、D ポイント増量の前に知っておきたいこと、ポイントサイトの交換がさらにお得にということで、今回は昨日に引き続き D ポイントについてですね。この動画では11月から開催される D ポイント15%増量のキャンペーンで、さらにお得に参加する方法についてお伝えします。もしですね、ポイントサイトのポイントなどから交換を検討されている方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょうてことでね、こちらが昨日の動画でお伝えした D ポイント15%増量のキャンペーンということで、一応こちらのキャンペーンについては昨日の動画で解説をしておりますので、まだ見られてない方がいらっしゃれば先にそちらを見ていただければと思います。念のため簡単におさらいをすると、対象の各社のポイント、ポイントサイトを含むんですけども、手元にそれが2000ポイントあった場合、期間中にまず D ポイントに交換すると。で、そこからですね、2000ポイントが交換できたプラスアルファで今回は後日ですね、15%増量分が 別で付与されるというキャンペーンでございます。なので、2000ポイントの15%なので、300ポイント分がね、D ポイント期間用途限定にはなるんですけども、プラスアルファで付与されると。付与されるのが、2022年の2月末頃ということでございました。で、その中の動画でもお伝えしたんですけども、溜まってる他社のポイントですとか、ポイントサイトのポイントを交換する絶好のチャンスですよ、という風に個人的にかなり推しておりました。で、そんな今回なんですけども、その持ってるポイント、ポイントサイトを含むんですが、どんな風に交換したらですね、 お得になるのかっていうことをサクッとお伝えしていきます。なので今回はですね、ポイントサイトを使っている方ですとか、あとちょっと後半の方にレシートアプリのコードについてもちょっと触れますんで、ぜひ参考にしてください。まあ、そんなことは言いつつもですね、普通に D ポイント交換するだけでよくねって思う方も中にはいらっしゃるかと思うんですけども、とあるポイントサイトの使い方によってはですね、ちょっぴりですね、お得になるということでございます。例えばなんですけども、僕が使っているポイントサイト一つ目、こちらモッピーなんですが、モッピーをですね、直接 D ポイントに交換するのではなくて、このドット マネーというものにまず交換をします。そうすると、モッピーの場合ですね、ドットマネーに交換した場合、1%増量がされます。しかも、交換されるのは即時で、1日1万ポイントまで交換できるんですけども、やっぱりね、この1%増量ってのがでかいんですよね。で、そこから D ポイントに交換するということで、実質、まあ16、16%分がお得になるということでございます。なので、モッピーから直接 D ポイントではなくて、ドットマネーをこういった風に経由することで、ちょっぴりお得になるということですね。ちなみに、ドットマネーから D ポイントに交換できるのは、 3営業日日以内でででで交換できるととといいいいいうううここございますんでちょっとねこういっねた日数は間違いないようにしてください続きまして、最近押してるポイントサイトのハピタスということで、結構ね、僕と同じくゴールド修行されてる方も多いのかなと思うんですけども、ハピタスの場合はですね、また同じくこちらドットマネーに交換をします。で、ハピタスの場合は、ドットマネーに交換する場合、ハピタスのポイントが3営業日以内でまあ交換ができまして、1ヶ月に3万ポイントまでという風うに決まってますんで、これはね、ちょっと気をつけないといけない ところの1つで、ございますでそこからハピタスの場合はですね、最近ちょっとね、ランク制度というものが変わりまして、ブロンズ、シルバー、ゴールドっていう風に、ランクによっては、プラスアルファされるポイントっていうのが変わってきます。ブロンズの場合は0.5%、シルバーの場合は2%、ゴールドの場合は4%分っていうのが、ハピタスのポイントをドットマネーに交換した後日付与がされるということでございます。ちなみにですね、それについては、こちらの動画で解説をしてますんで、まだ見られてない方はチェックしてください。リンク貼っておきます。で、そのドットマネーで交換 したポイントを D ポイントに交換するとそうすることによってこのランクのボーナスプラスアルファと15%合わせることによって実質15.5%から19%分お得になるということでございますまあ、このランクボーナスは後日付与されるので一変にこの19%分が交換できるというわけではないのでそこはちょっと気をつけてほしいんですけどもまたねこういったランクボーナスで付与されたポイントをまとめてねドットマネーに交換して D ポイントに交換するっていうのも結構いいかなと思いますで先ほどもお伝えしたように1ヶ月に3万 ポイントまで交換が可能ですのでまあ、事前にですねドットマネーに入れておくのもありかなと思います特にこの10月とかですねもう10月すぐ終わっちゃうので結構ハピタスのポイントを貯めてる方がいらっしゃれば今のうちに上限分までドットマネーに入れておいて11月になったら D ポイントに交換するっていう方法でもありかなと思います次にこちらライフメディアというポイントサイトなんですけどもこちらは PEX ていうところを経由しますそうすることによってなんと2%が増量されるんですよね交換できるのは翌営業日中で1日1 1>, 1万ポイントまで交換することができます。で、こちらがね、その2%が増量されますよということが、ライフメディアの画面上に出てくるんですけども、なので直接 D ポイントを交換するよりかは、この PEX を返した方がお得ですよということでございます。 次にこちら、チョビリッチですね。こちらはね、結構動画で紹介してるので、利用されてる方も多いかと思うんですけども、こちら、チョビリッチに関したら、ちょっといろいろ調べる限りは、おそらく直接もう D ポイントに交換する方法しかないかなっていう感じなので、もしチョビリッチのポイントが溜まってる方はですね、普通に D ポイントに交換するだけで OK だと思います。 次にこちら、笑うですね。これはね、結構前にちょっと動画で紹介したポイントサイトの一つなんですけども、こちらもチョビリッチと同様に、直接もう D ポイントに交換するだけで OK です。なので15%お得ということですんで、もし笑うのとポイントを貯めてる方がいらっしゃれば、もう直接 D ポイントに交換をしてください。 次に EC ナビ。EC ナビもですね、先ほど紹介した PEX に交換しまして、そこからですね、D ポイントに交換すると。こちらもね、普通に PEX から交換することで15%分増量されるんで、普通に交換するだけで大丈夫かなと思います。そして先ほどちょっとね、お伝えしかけたこのレシートアプリのコード、覚えてますかね以前こちらの動画で紹介させていただいたレシートアプリの一つなんですけども、結構ね、僕の動画を見ていただいてインストールされた方もかなりいらっしゃるかなと思います。ちなみにこのコードなんですけども、去年はですね、確か D ポイント 同僚キャンンペーンに含まれてたたんんでで、ね、ですすすよよねけども今回のこのこキャンペーンペペーーージを見る限りはコードがなかったんですよまあ、わかんないです。ちょっとね、今後、このキャンペーンページが更新されて、コードが含まれてくるかどうかっていうのはちょっと予想はできないんですが、このコードはですね、一応、交換する方法が一つありまして、それがですね、こちらの先ほどお伝えしたペックスに交換ができます。ですけども、ちょっとね、またここを気をつけてほしいのは、コードからペックスにポイントを交換する場合は、申し込みした翌月の15日以降っていうことになるんで、ちょっとね、日数がかかる。 かかるんじゃないかなと思いますちなみに交換できるポイント数は400ポイントから交換することができますで、そこからペックスを返すことによって15%増量に乗ることができますんで結構ね僕の動画を見ていただいてコードをすでに何,何度も何度も利用されている方がいらっしゃればですねこういった方法でうまく増量キャンペーンに乗っかることができるんじゃないかなと思いますなので15%お得ということですねちなみにコードからポイント交換の方法なんですけどもすでにね利用されている方は右上のこの人型っぽいようなマークですねここをタップすると メニュー画面が出てきますそこにですね貯まるポイント交換というところがあるんですけども貯まるポイントというのはこの部分ですねこの貯まるポイント交換をタップすると交換できるポイントというのが一覧で出てきますでちょっとね僕まだ326ポイントしか今現在貯まってないんですけども現時点であれば一応 D ポイントに300ポイントから交換できますあとワンオンポイントとかで先ほどお伝えした PEX に関したら400ポイントから交換できますんで先ほどお伝えした方法で増量キャンペーンに乗っかることができるんじゃないかなと思いますちなみに画面を下に下が あると僕自身このペックスの口座番号ともうすでに連携してるんでおそらくこの画面が出ている状態なんですがさらに下に下がるとですね交換レートは一応400ポイントがペックス4 0 0 0ポイントという風に出てるんですけどもこれはもう普通に400ポイントと変わりはないですで交換手数料無料で交換対は100ポイントで最初交換料として400ポイントからで先ほどお伝えしたように交換予定日として申し込みした翌月の15日以降ということですのでかなりね日付には余裕を持ってやってくださいということですねで交換される方 ががいいいいららっししししゃれれればば交交交換換換のの申し込みというととととううここころをタップしてもででききた時はこのからあとはかあポイントに交換すれば15同量にすす量乗るる流ございますちょっとね、日数かかるとこではあるんですけども、もしね、コードのポイント溜まってて、ポイントの消化どうしようかなという風に迷ってる方がいらっしゃれば、今みたいな方法でね、試していただければと思います。それではですね、今日お伝えしたことを簡単にまとめると、まあ当たり前なんですけども、キャンペーン参加の前には必ずエントリーを行ってください。で、ご自身が所持しているポイントですとか、ポイントサイトの、まあ交換の状況 上限とかですね日数とか全に把握した上で交換を行ってくださいせっかくいっぱいポイント貯まってるのに全部が全部交換できなかったとかそういった場合ももしかするとあるかもしれないので1日にどれぐらい交換できるのかとかそして交換できるポイント数とかをしっかりとご自身でチェックした上で交換することを強くお勧めします僕も過去にね何度か痛い目を見たことがありますそして交換するポイントのスタートに点を間違えないようにしてくださいまあ、先ほどお伝えしたポイントサイトからの交換は確か11月1日から始まるものばかりだ だったのででで大丈夫だと思うんすすけどもそれより後からですね始まるものもの結構あ、ったりするんんんでちちゃゃととねスタートに行ってもちゃんと抑えてておいいくださいまあ、そんなことで今回は D ポイント増量キャンペーンを行う前に知っておきたいこと、ちょっとお得になることについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、このキャンペーンはね、ほんと D ポイントのちょっとしたお祭りに近いようなものなので、これまでね、頑張ってきたポイント、そしてポイントサイトのポイント、これをね、本当に思い切って交換するいいチャンスなのかなという風に僕はつくづく思っているところではあります。そして 動画内で紹介させていただいた過去動画そしてポイントサイトのリンクも貼っておきますのでまたね詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました